こんにちは、ちぐんです。お願いします。そして後ろには下さんがいらっしゃいます。こんにちは、よろしくお願いします、はい、お願いします。ということでですね、新作発売今週末かな、また発売させていただきますって感じで、まあ、前回はですね、はい、ハーフジップスウェットを紹介させていただいて、多分まだあるはずです。結構作ってるのでそこ売れてたら嬉しい。俺は完売できてるんであればめちゃくちゃ嬉しいんですけれども、多分まだあるのかなと思いますので、まだチェックしてない方は動画も含めてチェックしていただけたらなというふうに思います。で、そのね、新作発売タイツジャケットとまあちょっと見えないかもしれませんが、こちらのセットアップですね、はい、こちらのチェックン入ったシャツジャケット、そしてパンツのセットアップがいよいよ今週末発売となります。これに関してはですね、結構僕も気に入ってまして、だいぶ動画とかでも着てます。はい、多分なのでこのネイビーの印象がすごく強いのかなっていうふうにも思ったりもするんですけれども、まあやっぱね、めっちゃ調子いいですねっていうところ、うん、と、うん、あとはそのコメントとかでも、ジーケンさん着てるセットアップマジで調子良さそうですねとか、すごく好印象なコメントとかも結構見られたりしたので、まあこれはすごく嬉しいなという反応としてね、思いまして、まあこれも僕も発売するタイミングを伺ってて、ようやく今週末発売するっていう形になるんですけれども、まあ僕自身がね、これ着てる印象がすごく強くなってきてるっていうことだったんですけども、実はもう一色あるんですよね。そのもう一色に関しても実は全然着てたりしてるっていう感じなんですが、先にこれを出しましょう。もう一色のカラーね、こちら、はい、グレー、そしてネイビー、僕が着てるやつですね、になりますと、まあ、ネイビーが結構僕好きでね、着てたりするんですけれども、グレーもグレーでめちゃくちゃ渋いというところなので、もしよかったらそちらもチェックしていただけたらなっていうところなんですが、まあ、ディテールをね、紹介していきたいなというふうに思います。まずはこちらシャツジャケットっていうところなんですけれども、まあジャケットって言ってるとすごくなんかね、アウターみたいな感じだと思うんですけど、そんなことはないんですよ。本当にこうライトアウターみたいな感じで思ってくれたら嬉しいんですけれども、ちょっと広げますとですね、いろいろなギミックがまたこれもね、入ってるっていう感じです。こういう風な感じで、ちょっともう先にごめんなさい、開けちゃったんですけども、何を見せたいかというと、まず裏のこちらメッシュ、こういうシャツジャケットというかシャツ系でいくと裏ってあんまりこう入ってないイメージだったりするんですよ。ただ今回このシャツジャケットに関しては裏にメッシュを施しております。袖の部分にもちゃんと入ってます、こういう感じ、うん、これは何かというとですね、機能性としてのギミックとしてはあったかいんです。うん、裏地を入れることによってめちゃくちゃあったかくなる。今10月の中旬ぐらいなんですけども、もう T シャツの上にパッてやるだけで、最近めっちゃ寒いやん、もう夜になったら、ね、T シャツは無理でしょ、もう無理ですってなった時に、これあればマジでさらっといけるし、でどういう風に見られてるか分かんないですけど、シャツジャケットだからちょっとこじゃれた感じに見えるっていう、そうですね、だけどさらっと着れるっていう、そこがポイントになっております。でもう一個言うとすれば、はい、裏地を使うってなった時に、まあ、別に裏地って言っても例えば同じ素材でもいいんですよ、はいはい、ただメッシュにするっていうことに関して僕はある種こだわりを持っていて、何かというとちょっとスポーティーっぽくない？わかる？全然見た目はさ、カジュアルなチェックっていうかね、そういうのもやってたりするんだけども、中がこういうメッシュっていうのが結構面白いんじゃないかっていうところで入れてます。なるほど、うん、ここがね、僕の中で今回かなりアイデアがポンという感じ、山本さんとの相談ももちろんあった上でよ、これだってなったんですよ。なかなか見ないと思うんだよね。まああると思うんですよ、多分ブランドさんで作ってる人もあるかもしれないです、うん、でもあんま見たことないと思います。こういう風なシャツジャケットっぽいカジュアルな生地にメッシュをやってのシャツジャケットみたいな、うん、ここをね、僕すごく推したい。で、生地的にもすごく柔らかいんで、まあ本当にね、気兼ねなくもうさらっと羽織れるっていうところがポイントなのかなっていう感じですね。一回ボタン閉じますね。はい、もうメッシュ見せたかったから閉じました。こっちの方が見やすいね、すいません。あ、そうですね、はい、でこういう風な感じなんですけれども、まあそれだけじゃないと、簡単なところから言うと、左胸にオールドイングリッシュみたいな感じの刺繍が TP という形で入ってますっていうところと、身頃のここの前の部分にポッケがついてるっていうところですね、うん、もう一個注目していただきたいポイント、袖口ベルクロにしました。はい、これも何かというと、さっきお見せしたこの中のメッシュとリンクしてる感じ、いわゆる何が言いたいかというと、基本的にこういう風なシャツジャケットってボタン式じゃん、うん、ボタンが2つあって、そこでかけるボタンによって絞りができるっていう、うん、袖口のベルクロって基本的に例えばナイロンジャケットとか、そのスポーティーなアイテムとかで使われたりするんですよ。それをあえて採用してるんです。だからシャツジャケットなんだけど、ところどころにちょっとスポーティーさが伺えるような見せ方にしてる、作りにしてるっていうところがポイントだったりしますね。ちょっとここら辺がゆとりがある部分があるんですよ。なので僕はね、
ちょっとまあ体がちっちゃいってなるんですけど、あの気をつけするとこれベルクロ閉じなかったらちょっとこんななっちゃうんです、うん、でもここでベルクロで袖口調整すると、まあ、こんな感じ。ああ、ぴったり。そうそうそう、ちょっとまあゆとりは少しあるのであれですけども、はい、落ちなくていいですね。こういう風なのが僕の中でこだわったポイントでございます。続きましてパンツ、こちらも、まあ、もちろんねセットアップですから同様の生地を使っているっていうところなんですけども、うん、ジャケット同様裏地メッシュつけてます。はい、このパンツにメッシュつけることでの保温性の信頼感ってマジで抜群で、うん、マジであったかい。だからもうヒートテック履いてこれ履くだけで真冬多分いけるっすわ、ま、いやこれマジでマジでヒートテックは必要よ、はい、これだけだと真冬はちょっと怖いんでさすがにね断言はできないですけど、それでも全然いけるぐらいメッシュが裏地に入っていることに関しては、うん、あったかさはえぐい。アタッチメントになっていてボタン式でチャックがついてる、まあ、これはね正直まあ一般的な作りになってるかなっていうところでございますね。まあ僕のねスタイリングとかも過去に載せてるやつを見たら分かると思うんですけども、結構渡りであったりとかこのシルエットとしてはめちゃくちゃ太いです、うん、なんで引きずっちゃうっていうところでいくとちょっとやっぱあんまりだらしなく見せるのも嫌なので、ここはドローコートつけていて絞りますよっていうところでございますね。これパンツはそれぐらいかな。ポッケもついているのと、これはね、まあ、ちょっとスタイリッシュに見せるために両方じゃなくて、右の部分にバックポケットがつけてて、その上にはですねシャツジャケットの左胸にあったオールドイングリッシュの TP ロゴが入っているっていう感じでございます、うん。今このディテールの説明で言うとこちらのグレーを使っての説明だったんですけども、もちろんネイビーは同様のギミックを使っていてっていうような感じでございます。まあセットアップでの展開だったりするんですけれども、もちろんセット売りはしてないんですよ。もちろんジャケットが欲しいならジャケットだけ購入もできますし、パンツだけ欲しいなっていう方はパンツだけっていう形もできますっていう感じなんですけども、まあセットアップで着るもよし別々で楽しむもよしっていうような感じなので、もしよかったらぜひチェックしてほしいなっていう感じでございます。金額に関してはですね、こちらジャケット税込み 24,200円になります。でパンツがですね 19,800 円になるっていう形なので、もしよかったらぜひチェックしてくださいって感じでございます。正直僕のアパレルで行くとアウターってほぼないんですよ今季、うん、もうあのアノラックとあとダウンベストかが一応展開があったりするんですけども、ね、もう基本的にはそれ以上のアウターっていうのがなかったりするので、アウターっていう風な捉え方としても全然僕はありだと思ってます。本当に一見さらっとした感じだから季節的にもちょっと合わないんじゃないかって思ってる方もいらっしゃるかもしれませんが、本当にあったかいんでぜひチェックしてください。そういうアウターっていう風な括りとしてもチェックしていただけたら嬉しいかなっていう風に思いますっていう感じですね。これもねちょっとまあ裏話をさせていただくと、はい、あの展示会6月にしたじゃないですか、うん、これ結構オーダーついたんですよ。申し訳ないですけど実店舗がない分ね、展示会に来られなかった方に関しては実物が見れないままだったりするので、ね、あれかもしれませんけれどもですね、結構満足された方、その試着だったりとかして満足された方が多かったので、まあ僕もねこれ作ってよかったなっていうふうに思いますし、もしねこれ発売したタイミングでですねチェックしていただく方が一人でも多くいればいいかなっていうふうに思いますって感じでございます。注意はジャケットに関しては M から XL 3サイズ展開、はい、でパンツに関してはまあいつも僕のパンツってそうなんですけど L と XL だけです、うん、で僕が履いてるサイズ感でいくと L です、はい、でだいぶ渡りであったりとかゆとりがあります、うん、ちょっとブカブカって言ったらあれですけどすごくゆとりのあるようなシルエットになってるって形なので、 L でだいたい175ぐらいの方でもまだいけるかな、それ以上の方は多分 XL とかの方がいいのかなっていうふうに思いますので、もちろん概要欄の方にサイズチャート記載してますので、もしよかったらそちらチェックしてみてくださいって感じでございます。ということでございまして、ぜひね皆様こちらのシャツジャケットそしてパンツですねセットアップで発売いたしますので、何卒チェックよろしくお願いいたします。最後になっちゃいましたけど千里さんの意見も聞いていいですか、はい、そのセットアップのジャケットっていうところでいくと、まあコーデ企画でも少し話してくれましたけど、はい、実際にどういう風に女性の意見からして見えてますか。このセットアップはオーダーの時とかも試着されてる方いろいろ見ましたけど、うん、体型を選ばないなって思いました、うん、そうだね、ちょっと体格大きい方身長ある方でもいいし、うん、まあちょっと小柄な方だったり細身の方、うん、でもパンツはちょっとワイドめに作ってるって言ってますけど、ね、足元絞れるし、うん、その本当に体型選ばずに皆さん似合ってんなって思いました、うんうん、なるほどね、はい、セットアップっていうと、まあ、さっきも言いましたけどちょっと懸念してる人でもいると思うんですけども、多分そんなうわセットアップ着てすごいみたいな感じにならないと思うんだよな、うん、この生地とかそのチェックの柄とかも含めてこの素材感とかも含めて、はい、なのでまあなんかチャレンジするっていう風な意味をとっても
まあ僕としてもおすすめできますし、僕は自体こういうのが好きだから作ったっていうのも大前提としてあるので、うん、それが一人でも多くの方に共感できたらなというふうに思います。ルックで撮った写真もですね、今載っけてると思うんですけども、それこそ僕みたいにね35のまあ中年と言えばいいんでしょうか、まあそれぐらいの年代の人もそうですけど、若い子が来てもこういう感じですごくおしゃれな感じで着れるのかなと思いますので、男女問わず年齢問わず着れるシャツジャケット、うん、そしてパンツということなのでよろしくお願いします。多分これの言いたいことは全部言えたかと思います。言い切りましたか。はい、来週も多分もしかしたら出すかもかも、うん、はい、でも来週は多分パーカーがついに出るね。おー、うん、パーカーとちょっと小物系が多分出てくると思いますので、はい、それを見て品定めするもいいですし、はい、これを狙ってた方に関してはぜひぜひお早めにゲットしていただければなと思います、うん、ということで今回はここまでです。いただきます。